はい、どうも皆さん、紅葉です。初めましての方は初めまして、久しぶりの方はお久しぶりですね。今日からですね、ちょっと行政書士試験のですね、まあ、指導というか、指導じゃないね、講義をね、ミニ講義みたいなものをね、ちょっと自分でね、これから動画を作っていきたいなと思っています。まあ、僕ね、行政書士試験のね、勉強していてですね、まあ、とても難しいね、試験なので、なんかいろいろね、YouTube とか見ながら勉強をね、今まで進めてきたんですけどね、なんかやっぱこういうね、なんかやっぱりその長いんですよね、その行政書士試験ってやっぱり一つ一つはいくらね、その司法試験などと比べて範囲が狭いとはいえどね。なのでね、なんか僕、なんかもうちょっとね、なんか短くできないかなと思ってね、この動画をね、作ろうと思いました。まあ、行政書士試験はですね、まあ、法律科目、一般知識で分かれるんですけど、まあ、その中でね、法律科目をね、主に僕はやっていこうと思います。で、最初はですね、まず憲法からですね、憲法からやっていこうと思います。で、まず皆さん、憲法ってね、ご存知ですかね。まあ、さすがに聞いたことはあると思うんですけどね、まあ、正式名称はね、日本国憲法って言われるんですけど、まあ、日本のね、法律の中で最上位に位置づけられる、まあ、法のことですね。まあ、国家権力はね、その憲法に反する法律を作ったりだとか、その憲法に反する政治をね、行ったりすることはできませんね。だってね、国家権力が自分たちのね、都合のいいようにね、その法律作ったりとかしてさ、その国民のね、その行動とかをさ、制限したりさ、例えば悪いことしてないのに急に捕まえたりとかしてね、そんなことね、してしまったら国民はね、安心して暮らすことはできませんからね。なので、憲法はその国民の暮らしをね、守る役割を果たしているんですね。それとプラスして、その国家権力に対して歯止めをかけている。ん？逆かな？ 国家権力に歯止めをかけて、国民の暮らしを守る役割って言った方がいいですかね。っていう役割をね、憲法は持っているんですね。で、まあ、憲法っていうのはですね、まあ、その総論、人権、統治とね、3つに分けられることがあるんですけど、まあ、行政書士の、憲法はですね、ほとんどが人権と統治っていうところからね、出題されることはね、多いですね。で、総論から出題されることは結構稀なんですよね。なのでね、僕のこのミニ講義ではね、総論はね、まあ、軽くちゃちゃっと流してね、あとはもう人権統治をね、濃くやっていきたいなと思います。まあ、ミニ講義なんで、本当短い時間でやるので、ちょっと本当にもっと深く知りたいなって方は、その市販のテキストを購入したりとかしてください。まあ、多分僕のミニ講義だけでも全然受かる実力がつくと思いますので、ね、ぜひ聞いていただけたら嬉しいです。まあ、今回はちょっと自己紹介があったら、ちょっと憲法のね、と、あの、すごい、特色というか、それをちょっと少し話しただけだと、だった特色というかね、まあちょっと憲法のね、根本概念を話しただけだったので、次回からね、ちゃんと総論をね、ちょっとやっていって、どんどん、ね、ミニ講義をスタートさせていきたいなと思います。